鴨モ駅は京都府木津川市鴨町駅西一丁目にある西日本旅客鉄道関西本線の駅である。駅番号は JR939。1897年に奈良経由で大阪と名古屋を結ぶ関西鉄道の駅として開業した。私鉄であった関西鉄道は関節の東海道本線と競争関係にあったが、1907年に国有化され、 関西本線となった。その後、日本国有鉄道を経て、1987年、JR 西日本の駅となる。国鉄時代は当駅は、非電化であったが、JR 西日本となった、翌年の1988年3月、木津駅から当駅までの電化が完成し、同時に当駅から港町駅までを、山戸線の愛称で故障することとなった。 電化路線と非電化路線の境界駅としての位置づけが与えられた。現在は当駅より電化区間と非電化区間をまたいで運行される列車は存在しない。これ以降も正式な線路名称上では関西本線単独駅であることは変わらないが案内上では当駅から亀山方面を関西線なら天王寺方面を 大和寺線と故障を分けており、車内放送でも当駅が大和寺線と関西線の乗り換え駅として扱われている。本校においても、以下ではこの形式に従いそれぞれを別路線と扱い、記述する。なお、新越本線の鴨駅と区別するため、切符には鴨と印字される。関西鉄道時代の一時期は、当駅が現在における、 関西本線と片町線の接続駅の役割を果たしていたが、1907年の当駅奈良駅間の新線切り替えの際に、その役割を木津駅に譲った。鴨駅木津駅間電化開業に伴う1988年3月13日のダイヤ改正で、当駅から山和寺線、大阪環状線への直通列車が設定された。鴨駅、コンコースホームの様子。 左側に山和寺快速と中線にキ波120系が停車中。駅前広場2面3線の島式ホームを有する地上駅で京上駅舎を持つ。中央の線は両側にホームがある。また、ここは関西本線の奈良方面と亀山方面との乗り継ぎ駅となっている。ここから奈良、天王寺、大阪方面には4の8両の電車が1時間あたり、日中2本。 ラッシュ時は3から4本程度、伊が上の、杖、亀山方面には1から2両の機動車が1時間あたり、日中1本、ラッシュ時は2本程度発着する。路線風景もここを境に一変する。ホームの移動は、古戦橋を使う。大仏鉄道の移行である、開業当時からのランプ小屋が減損する。直営駅となっている。また、大阪方面からの電化区間は当駅までである。 運転取扱い場は1番乗り場が1番線、2番3番乗り場が2番線、4番乗り場が3番線、ホームのない留置線が4番線となっている。上表の路線名は旅客案内場の名称で表記している。前述したように大和地線は関西本線下り方面の愛称であり、当駅における案内場の関西本線は 同線の上り方面を指す。日中は1.2番乗り場のみを使用し、ラッシュ時を中心に3.4番乗り場を使用している。なお、上り本線は1番線、下り本線は2番線とされているが、いずれのホームも上下両方向の入線、発車が可能となっている。抽選の2番線に発着する列車は、両側で客扱い、どちらのホームからも乗降できるが、 案内状は、山和寺線の列車は3番乗り場、関西本線の列車は2番乗り場で案内されている。発車時は案内と反対側ホームの扉が先に閉まる。ただし、日中は前日のように3.4番乗り場を使用しないため、2.3番乗り場発着の亀山方面の列車は2番乗り場側の扉のみ、扱われる。京都府統計所によると、1日平均乗車人員は、 以下の通りである。生体保存されている C5756 号機傷がシ、コミュニティバス、貨物地域なら交通さがら東部広域バス1日4、往復、ガツ、水、金、どの運行となっている。ありがとうございます。